皆さんこんにちは、安田です。外です。外でも元気です。今日はねクリスマスですね。25日、皆さんどう過ごしてますか？ケンタッキー食べてますかね。まあ僕はね相変わらず今日もピアノを練習しなきゃいけないんですけど、昨日ね烏山区民会館のホールで、吉田幸男さんの親子で楽しめるクリスマスコンサートっていうのがあって、それを撮影してきました。もう本当僕にとって初めてのお仕事で、めちゃめちゃね勉強になりました。やっぱ実践経験積むのが一番勉強になりますね。なんかすごい反省点いっぱいあるんですけど、なんかね次に生かしていければなって思ってます。で結構ね子供も楽しめるコンサートだったんですよ。泣いているお子さんがいてもそんなにね気にしなくて大丈夫そうな雰囲気があって、まあ、ぜひね来年も開催するみたいなので、会場でね来年また来年って言ってたんできっと来年もやると思うんですけど、興味のある方はね都内の烏山区民センター近い方はねぜひね行ってみてください。お子さんいてもね全然安心して、1時間ぐらいの尺なんですよねコンサート自体が。なので本当気軽にねパッて行ってパッて聞けるって感じなのでね、しかも確かあれね500円だったと思うんですけど、500円なのに結構曲数がねありましたんで、ぜひぜひ来年行きたい方は行ってみてください。で僕はね昨日7ページ目と8ページ目の野口さんがね弾いたお手本のピアノのやつが、動画届きましたんで、それを使ってねまた練習していきたいと思います。まあ、クリスマスもね年末も正月も関係なくねピアノっていうのはね僕は練習していきたいなと思ってます。やっぱりこう群青っていうのを最後まで弾き切るっていうことがね大事かなって僕は思ってます。でそういえばコメントいただいてたんですけど、ちょっとねいろいろバタバタしちゃってたんで返せなかったりしてごめんなさいって感じです。JTP さん、ポップスやりたいならコードの勉強もした方がいいかとっていうので、まあ、知識がないのでコード何っていう話をして、なんか数学の公式を利用して問題解くのと公式を使うのにはっていうコメントをいただきましてありがとうございます。まあねきっとね僕の YouTube チャンネルってすごい長期のチャンネルになると思うんですよ。だからねこういずれコードの勉強っていうのはしていく必要があると思っています。で動画界でなるべくなんかこそれんみたいなことしたくなくて、やるとしたらねやっぱ動画のシリーズとしてやっていくと思います。で今現状として群青を弾くのにあたってコードを、将来ポップスやりたいからコードを勉強する必要あるんですけど、今ねちょっと僕のやってる企画が群青を弾くっていうものなので、その群青を弾くっていうことだけに焦点を当てるとなると、今コードの勉強を、直近ですぐ取り掛からなきゃいけないっていうわけではなさそうなので、ちょっとねこれは将来的な課題っていう感じで捉えてます。そしてファミミさんですね、ピアノ男爵様覚えてますか？覚えてますね、ダイオチニックコードと主要さんはなんかこの動画見たような気もするんですよね。なんかなるほどなるほど、まあそれを見て、行ったり、レッスンだと和声楽は広範囲に当たると思います。うん、なるほどね。先生に相談されてみるといいかも。多分その通りだと思います。僕の何ていうかピアノというか音楽の勉強を一から見ていたのは野口さんでありますのでね、まあそこら辺はね先生と相談してですね、ただね皆さんがねこう思ったことをねバシバシ言っていただくっていうのは全然いいです。もっとこうしたとかそういうのはね多分他の人の参考にもなるはずなんですよね。僕の動画ってきっとピアノを独学でやっている人とか、まあ、レッスン通ってる人も見てると思うんですけど、まあ、よくねいろいろ人に言われるの嫌だっていう人 いると思うんですけど、まあコメント欄使ってね好き勝手にこう議論してもらうっていうのも必要なことだと思うんですよね。なんかそのコメントとかでいろいろ言われるのが嫌だったら初めから YouTube なんて僕やってないのでなんかねいろんな人からもっとこういうのがあるよっていうね、少なくとも例えばポップスやりたいって思ってるんだったらコードを覚えた方がいいよっていうアドバイスあったとするじゃないですか。で今回もいただいて、それが今直近で必要じゃなかったとしても将来的にその必要になるっていうのを分かっておけばいいんですよね。それっていうのはやっぱコメントもらわないと気づけないことだし、やっぱそれを知ってるのか知らないのかっていうこともだいぶね違うと思うんで、そう
いろいろね、コメントをもらってそれを読んで、全部ちゃんとね読んで、いますの で, でしかもちゃんと受け止めてると、僕の中ではしっかり受け止めてねいますので、でまあこのコメントをいただいてね、ひょっとしたら動画の企画とかそういうね勉強の内容とかも考えられるかもしれないんで、まあ、今後もね好きかって言ってもらっていいと思いますただこのちょっと忙しかったりするとね、全部にコメント返せなかったりするかもしれないんですけど、ちょっとね年末年始またねジャンバリピアノで動画上げたりしなきゃいけないんで、うん、そう。でもね YouTube はね毎日トラブルがない限り、ネットワークのトラブルとかがない限り毎日上げていきたいなって思ってます。いや僕の YouTube チャンネルもね来年は1000行きたいね。なんかこのすごいニッチで伸びにくいジャンルだと思うんですよね、この大人からピアノを始めていくみたいな。なのでこれからもね一生懸命頑張って YouTube 投稿していきたいと思います。今後もね練習していって、まあちょっとね群青だけなんでしばらくはすごい単調になってしまうんですけど、今後も見守っていっていただければと思います。そしてね、まあ撮影のお仕事とかそういうのもね技術的な部分まだまだ未熟なところはあるので、そこら辺もね向上させて、なんだろう、来年はねもっと飛躍していけたらいいなって思ってます。まだ年末最後じゃないんですけどこんなこと言ってますで今日これ公演から帰ったらまたピアノの練習をねしたいと思います。それでは、またピアノの練習をしますので今日も一日よろしくお願いします。